ミュンヘン国際児童図書館はドイツのミュンヘンにある専門図書館で世界中の児童や若者の文学を収集し一般に公開する。国際社会に焦点を当て続け未成年者対象のこの種の図書館として世界最大。図書館はシュバービンクからミュンヘン市内のオーバーメンチング地区に立つブルテンブルク上に移転。 1983年6月から古城を使って運営する。ブルテンブルク上等館は世界の児童、青少年向け文学の中心として、読書会やワークショップ、パネルディスカッションを催し、また読書力の開発プログラムや展覧会を開き、文学機関のつながりを介して多言語のフォーラムを提供する。2010年からホワイトレーブンフェスティバルと題して、 世界の児童青少年文学の推薦図書を各年で紹介する。2013年にはジェームス・クリュスショーを創設、言語にとらわれず、児童青少年の文学において新人作家を発見し、その業績を評価する場としている。3万冊を超える蔵書は20以上の言語で記された書籍と電子書籍で構成され、読書と執筆のワークショップや展覧会の会場として機能し、 また館内で複数の文学博物館が活動する。児童生徒向けに文学を題材とするワークショップを重ね、学校や幼稚園、児童園とのパートナー関係を根付かせている。当館の図書貸し出しは無料。図書館のあるブルテンブルク城内には他にも、ミヒャエル・エンデ記念館、ジェームス・クリュスト、エイリッヒ・ケストナー記念室が入居し、また2005年7月以来、 ビネットシュローダーカビネットが加わった。それぞれの展示室には多数の書籍や総画、あるいは施設名になった人々の手紙や日記、個人の所有物をまとめてある。当館のもう一つの活動は、児童と若者に向けた推薦図書一覧、ホワイトレイブンを年ごとに選び、例年、ボローニャ国際児童図書店で発表。選書は、言語の専門家の審査を受け、 30兆の言語で記された新刊書を40カ国以上から集めて掲載する。ありがとうございます。